らいましょうか。ね、どっちにしても、ここに積み上げようと思ったけど、邪魔よね。はい、でもいいですよ。うん。で、下は空なんですよ。あ、箱は空なんですね。うん、そうそうそう。で、それで、要は、1日つけんでもいいけん、もうオール2980円シリーズをね、まあ、一つに作って、いっぱいですもんね。でそれでまあちょっと一応作るだけ作っといて、ここのやつのあんまりもだいぶ皆さんが見てあるだろうやつをちょっと一旦奥に入れて、ここに積み上げたやつをここに入れてっていうので、はい、一応2980円シリーズをここにこうしていこうかなと。今貯めてるんですね。そういうことですね。だけどこれとかも全部1枚2980円シリーズになります。山でほら山で1000円1000円とかの世界で。というふうにしようか。思っております。だけどもうその分に関してはまたやっぱ向こうでバーコード管理してもらって、うん、っていうのでですね。じゃあですね、ここに2980円シリーズをちょっと作っていきますので、ね、これが2980円であって、そうですよね。そういうこと。それでこれとか持っていきましょうか。うん、いやだけどこの箱でいいよ。この箱で。でここにですね。それを先に作ろうか。これがあれかいな、蓋かいな。蓋かそこか。うん。どこかに蓋があるんじゃないですか。うん、そっちが蓋かな。こっちそこじゃないかと思うんですけど。そこ？そっちそこ？うん、あ、そっちじゃないね。こっちやね。残念ながら。じゃあ、こっちね。固まない感じです。はい。電車のにこう、うん、そうやね、これが下です。こうやってここに置いていきます。それでもうこういうことやね。ちょっとして2900円を畳んでここに入れてったらいいですか。はい。なので。畳めるスペースが欲しかった。こう乗せて、なんか引こうかな、下に。いや、ちょっと足したら引いたらさ、どあれ、ぶつけていこう。ここでしたら、これ、これ。はい。うん、ちょっと狭かろう。うん、そう。あ、うん。そうやね。そうですね。これ、ただ、外畳になってる。あ、途中畳になって、ちょっとキャンドル畳になってる。サイドバッグで返して処理します。トムさんはどんな風にしてるんですか？いやいや、ある程度、これで。このスペースで難しいですね。ちょっとごめん、押さえず、ちょっと下でやってていいですか、ここで。この方がまだいいです。できる？ああ、ただね、それでちょっと一番最初だけ、ちょっとね。そう、そのスペースは。ここに持っていくから、そう、端っこ、ここに持っていくから。袖の締まってどうしましょうか。袖はね、挟んだ方がいいですか。うん、で挟む方側を、まあ、こっちに挟むよね、はい、挟む方側をこうする。こっちがペラッと出とる、はい、でペラッと出とる方をこうで、そしてこうやって積んで出てくる、はい、こういうふうに。そしたらこう調べられるってやつ。あ、でここに輪になっとる方をこっち側にしようか。全部こう輪になっとる、はい、真ん中にした方がいいかい。こうした方がいいかい。
の方が公民じゃない。ね、じゃあ分かった。こっちもはこっちもはでも重ねていく。こっち側はこっち。フィルムで。逆側か。あ、それだと分かった。そうそう。そしたらそれをひっくり返して、二分の一。あ、違う。そしたらそこに襟がちょっと。そう。逆。これをこうひっくり返してこう。そしたら、はい、ここに入っちゃうよ。っていうので、こうですね。あ、それは違う。これ大丈夫ですか、これ。あ、それ違う。そう、こんなふうに1枚で入っておるのは。だけど、900円と2980円のシリーズ1枚だとね。あの納豆入れますか、そう、普通に売ってあったらこげ納豆券、はい、これをこう、もうこれはこれでいい、どうしようかな、ちゃんと女性スタッフが売ってくれるかけなきゃいけないね、よし、あ、これこれが狭いね、あ、そうですね、そういうことか、そういうことか、うん、こう入れていいですか？そうよ。いい、大丈夫。そう。輪が中央に来た。で、これちょっと同じ夏物でもちょっと上の方に飾りたいけん。よし。したら、これは、こうやね。はい。で、輪がこっちやけん。これで。はい。で、これはほとんどこれが金額のやつやったっちゃうね。だけん、これが2000円の商品があるじゃん。うん。あの山になったやつもね。これとかはもう完全終わってます。あ、振り袖ね。あの、振り袖、これも2980円なんよ。ちょっと待ってね。で、とかね、あの、古典柄やけん、あの、あれは、超かわいいっちゃうけどね。普通にね、普通に着る人がってくれんじゃったら。で、これ振り袖。こんなまとめな、こんなまとめなつもりは2980円ってすごいよね、尊敬の。どうやってね、あの市場にから買ってきてそのままちょっとでも落ちとったらこれは小5着だ、早めに、早い、そこ行った、そこ行って、もうここだけで行って、ここを整えながらもうどうせ持っていく。これやってないとすぐ忘れてしまう。で、問題は結局ここだよね。そう、だけもう焦げなの。これの、あの、染み抜き代に何千円かかるけさ。だけ2980円でよかったらどうぞって話だ。普通で買うやつで。お茶とかもちょうどいいけどね。もう赤松さん今日、いや、このバッグがいいっていうのは分かっとったけど、私みたいなのがこんなバッグとかだったら、私にバランスが取れてないような気がしてるんだけど、いやいや、もしそう思っとんのやったら、進めませんって言ったあのね、オーストリッチのあのいいバッグね。物が良すぎてね、自分に合ってないと、自分に合ってないと思うんですよ。これをバッグがいいとは弱だと。そんな謙虚だと思いました。なかなか人格者やろ、インシャーコとかね。自分に合ってない気がするんですよね。あ、これはね、これはそれこそ3980円の世界のに出してるんだ。これだって稼げんね。なんかさ、うん。ですね。あ、で、こっちこっち。あっち。390。いいとこ。稼ぐ。で、これは後から振り袖っていうふうになんかちょっとこう、振り袖ありますよっていう時にパッて出せるんでしょ。ね、ちょっと別にしとこうか、そこ、あの、上に重ねるような感じ。あ、ちょっと待って、置いとく。そう、あ、そう。それで、
無事島で着物を処分してる。やっぱ着れ、自分でパッて着れるのがやっぱり外のネックレス。それ着てたらあまりにもあれ大げさすぎるけどね。やっぱもう、うんうん、ちょっと着ていくとか。ちょっとオリエンタルな感じで。うん、いいけどね。素敵だけどね。これもリングが一緒ですね。はい。2980円。でもこれ物によってはね、そこから値段を引いていこうともすると思います。で、それこそこれはね、またあれ買ってきます。頭。よいよいよ、またもう。あら、いいですね。うん、これやっぱ店に並べる。はい。優れだもんね。じゃあ、これは後から、あ、じゃあもうそちらにお任せします。はい、ですね、1200円が、なので、1200円の、これが2つあります。1980円やろうね。1200円は。1200円。消費税のことを考えないといけない。1980円でいいって。大丈夫、大丈夫。1980円でいいよ。1980円で大丈夫。あの夏のちょうど夏に気にしちゃった、はい、で2つありますので、これとこれですね。で今もうこんな形になっていて、ちょっとこうなんか少しこうこんな風にしてもかけてもらった方がまだいいかもしれない。モダンでいいですね。モダンでからこれはこれで、これをそれぞれでよしっていうのでこの2つなんです。はい、バーコード私もらいましたっけ。今手に持ったはい、じゃあそれをお願いします。ちょっと奥で、うん、いいよいいよ、しようってもう出してもいいですか。うん、出してもいいし、その夏にとってもそれはもうお任せします。で色文字だけはようパッて聞きにしちゃうけん、色文字の2980円とか長襦袢とかだけはこっちに置いておきます。帯と無地とあの長襦袢は2980円のね。で2980円の、古文って書いてもそっちにどんどん今積んでます。長襦袢で結構ここから見えるやん。だけんこういうのは地味なあの、ね、大島とかにわざとそこのとこをそんなふうにするみたい。だけど全部こう粋に着るやつで、こっちはレースを逆にこんなのはね、この辺は手堅い一枚、うん、でこっちはカジュアル、うん、だけどこれね、あとねここからも見えるって、うん、この袖口から、ね、だけどそれでこう色がいい。だけどこんなのはお行儀物着るというこんなやつよね。でもこういうのは中にちょっと面白いのを、うん、今みたいにちょっとこうガラガラガラって入っとったら面白いかなっていうのをこう上手に、あと色合いとかね、うん、ラメ付き、うん、なんか上手に切るとそれもおしゃれなんですよね。
その今度さ、考えないかんのが、こう擦れるけんさ、生地が傷むやない。その他のものが。だけん、保管を気をつけないかんですよね。デリケートですよね。あ、これはわざとこんな風に、あの、こう重ねみたいな感じの下で今、わざと。始めたらね。で、こんなの逆に言えば、じゃあお茶に無関係、お茶じゃない人がいいやろうって話なんだね。あの、逆にお茶はこの色とりどりついてもらう方がいい。で、ほら、わざとこんなんして、こう少し膨らむ。重みを。重、そう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 。で、ね、これ、あの、昔の仕立て。昔はわざとこんなん。あの、今はこんな線って、あの、ボテボテってした感じがするけん。うん、けんこれをいいとする人と、良しとする人と。これ、うん。あの、までも、今またふっくらしたような帯揚げとかは入っておけ、うん、古くはないかもしれん。ひょっとしたら。うん。この仕立てをする人がおるかもしれん。うん。これはもう古いよね、この色自体がね。あ、これ390円ね。これ390円喜ばれるじゃないじゃん。葉っぱの柄だけ。これ着るともうないよ、実は。白いさっぱりした帯とは組み合わせたら。ほら、なんかこう、夏子立ちって子立ちな感じですね、こうね。新緑の、そう、だけ。これはモダンに着ると。ちょっと350日だと喜びちゃう。あの、いろいろちょんちょんちょんとシミがあります。あ、切りは誰でもいいです。うん、あの、車で言ったらね、ワナンバー。うん、あ、もともと切りの門の人の子もおっしゃるよ。けど、切りが一番人工的に多いの。はい、なので、これは。お買い得390円。はい、ということで、あとは1個ずつみたいですね。はい、これも2980円でいっちゃうけどな、未使用で。うん、そう。そう、全然あれで。2980円。いや、それ2980円で、こっちこっち。うん、待って、これを、こう、線。それの上に置いてもらおうか。ね。ここ全部こう、2980円っていうのが、ちょっと紙で。はい、ね、うん。あ、あるよ、大丈夫だ。あれですよね。1980円。これをこの上に貼って、で、私がいくらっていうのを書いてか、それとまあ渡してくれたらいいですね。はい、ですね、1000円の帯。1000円でまず探して、女帯を探したら。はい。うん、そしたら、それをここに貼って。でも、裏番見ていかなきゃいけない。あ、そうです、そうです。大島ではないです。違う違う。1000円。1000円の、そう。2980円。あ、で、これはですね、ここにこうやって2箇所貼りますので。で、しかもここもしかしたら擦れるかもしれんけど、こう結構ぴったり貼らないとあるね。うん。だけど、これを私がこう持ってくるけん、はい、ここにこうぴったり貼っとってくれる。こういうふうにこう、ぴったり。そう。あの、動かした時にベーで持っていかれるもん。よし。片付くぞ、これで。はい。で、ですね。
2500円で28か29かどっちか。28でもこれも2980円でいいです。そしたらですね、もうこれも夏のこれなので、ごめん、それあの奥にあの行く分あのなんか、ね、そうそう、それでもうどうせ向こうに持っていきます。貼らない分です。いやいや、もう貼っとこう言って後から持っていくんです。貼らない分しました。で、これも貼らない分しようかな、もうね。夏ぼやとパッとメイクメイクもらったり。これも1500円で、1500円の、11話。これも2980円。はい、お疲れ様です。ですね、あとはじゃあ1500円でちょっと探してくれる。大島の1500円、それは1万5000円じゃない、大島。番号は気にせん。1500円ですよね。金額じゃなくて。ポリのシャって2500円だったよね。それの28、29ってある。はい、あります。あ、そしたら、この、一つはそう、もう一つはそれなの。もう一つはそれ。で、なんかもう一つ、なんかポリのシャってある。あ、これ11番。はい、11番ない。バーコードがないです。あ、じゃあ私なんか作ったっちゃうよ、じゃあ。ごめん、ここら辺に置いと途中だって、これ。そしたら。いや、いいよ、そしたらちょっと飛ばしましょう。飛ばします。作りを途中でなんか手が他のことに動いてっちゃう。はい、そしたら6000円。6000円の女合わせ。6000円でも待ってない。これでいいですか。これでいい。あ、色止めね。はい、うん、色止め。9800円。今日、お先生。デパートで買われんね。いや、デパートで買った人がおるけん出てくるけど、その状況ね。いや、でも、そう言いたくなるよね。
面白い。みんなで来れば怖くないみたいな感じでさ。ね、一人で来るのはどうのこうの。で、800円っていうのがなんか妙なものなんだはずです。800円。はい、で、これもそれこそ2980円です。これやったら800円やったらお尻も切れるよね。800円で買うのはいいけどさ、クリーニング代があと高いよみたいな。2980円。で、あの、そうそう、裏の方に持っていって、西です。けどさ、そんなに死んでないと思うこれ。なんかほら、格調の高い、なんか日本画みたいな感じで来たら、2980円。ね。梅に、何の鳥やろ。今ここに置いててもみんな2980円。そうです。2980円シリーズです。あの、箱に、ダバダバダバって入れようと思って。で、さすがにちょっと多頭紙やねっていうやつを、多頭紙の入れようにしてます。で、そこはちょっと夏物を一番上に置くようにして、これは、うん、そう、そんなのか。えっと、いや、いいよ。これの上に引くから、これでいいです。で、次が3000円の、なんで3000円って言うけどさ、それこそ普通に1枚になってますね。3000円は15枚。いい。あ、4枚の取った。じゃあ、段階で4枚取った。他に3000円ってない？3000円は、うん、金額。あ、1つありました。うん、31分ですよ。うん、多分そうだと思います。これね、シミありってしてて、ここはシミがあるっちゃう。はい。うん。だけにこんな値段だったね、これ。これ、でもそれがなかったら、これ、格調の高いやつなんだよね。ですね、このシミがあるので、5980円でいいです。ありって言ってたね。はい、今日はプレゼントになります。色止め袖を走っていて、3万円の白押し3万円。白じゃなくて少しグレーがかっとってね、これね。うん、そうですね。白かと思った。うん。黒はね、重たいけど、白はね、上品な感じでな。で、白押しだけは人気あります、こうやって。で、ほら、しかもなんかさ、昔の柄って感じなくて、ほら、和モダンでずっと行くそうな柄やね。こういうのはね、ちゃんとこんなような気がします。はい。あ、これが39,800円。ちょうどいいですね。これもね。
ね、これは難しいです。ここちょっと。はい。長襦袢。この長襦袢は自分でこんなにお願いします。どんな風にいいかっていうと、やっぱ出てくる色がさ、この色やったらいけるわけよね。高襦袢って一応上から書いとって、探すときに長襦袢って言われたり、着物よりもさ、長襦袢の方が高いっちゃう、笑う、笑う、ね、変なの。でこれも多分山の中やったっちゃうね、きっとね。あとさ、あ、こんなに残っとった。ちょっと待ってね。まず、シトナなんとかかんとかは、それこそ、この2980円のシリーズのうちのこれです。ね。で、これが、これがね、E2 なんとか。で、シトナなんとかかんとかは、そっち側のやつだよね。だけん。ポリエステル山やろ、はい、ポリエステル山はそれやね。だけん。ポリエステル山の14番。だけん。これをどうしたらいいんですかね。これ、どうしたのあれ、置いてった音。ほんとだ。忘れてて。じゃあ、分かった。もう返しとく。私、今出しておきましょう。いや、待って、それ、終わってからでいいよ。終わってから。確かに。今日の。はい。だから、これが。ポリエステル山なので、今日はここに、ポリ山とか書いてくる。山っていうやつが、それやっぱその中。15とか。まあ、これね、これも、そういうもの。これも、サンキューボックスみたいな。サンキューボックスみたいな。これも、これも、ある程度になってから。ちょっと当たってたんですけど、この中からどれか一つ売れた時にも消したらいいんですか。そう。それかもう最後、これ最後に一番に出すっていう時に消すけん、一応入れとってもらったら、最後がいいんです。そう。こんな感じかと。で、もう一つ、その他っていうのにも、もう多分その中に含まれておけん、これでいいと思います。だけは最後これが残るけん、これでいいです。はい。収まりました。ほっくりした妖怪色はまた秋の色なんだね。2980円では売れない。これ同じ文字で。
ということで、これは5980円。じゃあこれはちょうど夏物をこうここに置くのにちょうど注目させてもらって、こう書こうかね、ね、帯です、帯です。これですね、大島の帯なんですよ。9800円。変わってます、ね。6000円ぐらいで9800円。なんか面白いな、そしたらね。大島伸びて帰ってくるんですか。うん。そしたらここに殻ができるけ、はい、これ引き出しでいいんですか。でこれをでこれはねこんな風にしてしまった後は、1000円券で 95% ですので、5000円、1枚が5000円だったら、ちょっと、まあ、ちょっと5000券があるかどうかしか分からないんですけど、93% なんですよ。5000円券の方が高いわけですね。そうです、1000円券の方が使いやすいからですね。5000円券だと、それ以上の買い物しないと、確かそうですよね。それが出ないからです。はい、3万の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 3買えるならいいですよ。あこの日だけ、はあはあ、いいですね。それがこれがいいですね。外国人の人に私が外国人をもらえるって最初聞いたものでですね、はい、私が別に掃除して払ったんですよ、はい、あとで申し込みに行ってここにかけとったら売れるものも売れるみたいな。まあいい大丈夫。
これよく気がついたね、この下のこっち側の低い方がこっち側に持ってきた。いや、私じゃないですよ。あ、そうだ。本当に気がついたのか。いや、私がこっち側高い振り取ったら、でもこっちの方がいっちゃう。あの、こう見たときにこうやって。うん。なんか手伝ってくれたから終わった早めに。この3つぐらいかな。外国屋さんで聞いてくださいって言われたけど、私もわからないで。お宅を何回かしてから。もっと声なんて言ってきてきた。この件もあのここに申し込まないといけないですもんね。使えないですもんね。ホテルに行ってこれでっていうわけいかんのですもんね。うん、聞いたらですね。そうそうそう。だから不便じゃないですか。そうですね。現金に変えとったわけですね。今入れてもらったとこよかろうや。間に合いもん。ACB クオカードを書いてある。普通の券だけだったらいいんだけど、ACB クオカードっていうのは何か見たことないです。こう、一番使っているのかどうかっていうのもわからないです。リクプラスクオセット。これがこのギフト券の方の分析だったら、これと同じ。多分こっちはと思うんですよ、今回のゲットプラス強制っていうのは、クオカードが500円分だけで、残りは多分ゲットプラス。これクオカードで何ですか？クオカードっていうのは、コンビニです。クオカードっていうのは、クオカードもクオカードでやってる。額面としては9、これ10万ポイントだけど、9とか9万5千円。じゃあ9万ポイントになります。この上にあります。で、見やすかろ。
何回って書いてある。はい、同じもの、例えばさっきの2億とか、はいはいはい、現状金っていくらあるんですか、はい、これを、はい、これを、まあこれが一番いいですね。そうですね。うん、あの正確な書類になってちょっと変わりますね。はい、これを申し込まれたんですね。でも内容書いてないですよ。その1000円券が何枚とか5000円この3枚の中にですね。うちだけは書いてないから、まあそこも聞いてみて。種類はどういう風に使うんですか。すみません、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは下は空です。これ第2子等だけ。で、はい、これは全部とにかく1枚2980円。これ。で、これも2980円。カレー券ちょっと少し戻ってきてます。で、下は全部。で、ここはとにかく全部390円。はい、で、やっぱりここは全部2980円です。で、ちょっと例外的にね、ひょっとしたらここにこう札がついておくと2980円で何があるかもしれないんで、ここにね。だからそれはその価格で、ね、あの一枚で入っておくと、これ。あの白っぽい点をね、楽しんでいただくものがあります。だここはいつも通り2980円です。で、あとはここは2980円とかなんかじゃなくて、それ以上のものが入ってます。前ちょっとほら、これ入っとったやん。1980円とか2980円。だけどもう、全部。なので、2980円、2980円、390円。あとはこの価格通りということで、お願いします。で、これは、この半字板って言って、上だけです。下がないんですよ。まあ、ここからじゃないですね。はい、1980円。あの、夏用、露用です。だから今、一人の時でも来ます。今でね。これってもう、シャバシャバって洗えるもん。あの洗濯ネットでバッと洗濯機で洗えるけどね。それで、また、のれんが出ます。これも変わる。で、これね。これが今、ガンガン、昨日、さっき書いてきたけどね。こんなのが夏用体。あの、こういうの、こういう、こうなんか、網になったやつ。で、この丸いのが普通の時なんです。で、この丸いものが安いんですよ。580円。で、これ値段つけてます。何つついてます？ちょこっと夏用。はい。で、何これ1種類？2種類。あ、もう一つ強いです。あ、もう一つあります。そう演奏なんて、こうなっとる。あ、和モダンでいいよね。あ、さっきパート見たらこれ。やはり演奏っていうと、はい、和モダンで。涼しいね。で、今のが残ったら本当はこんな色の方があるのかな。で、売れっかったら店にかけようかなと。売れるもんね。前も売れんかったらかけるって言ったら結局バッと売れたもんね。夏の方ですよね。あ、そっか。ということで、終わり。お疲れ様です。はい。ね、あんな黒子のね、あれが。これは12万8000円だったけど、こう、セールでもう少し安くするとかいうことはない。ん ?12 万です。12万8000円、利用調査で9万8000円じゃない？あ、8万4でか。はい。うん、今度、整理の時は、うん。今度は9万8000円。10万切ると。一人も見てたんですけどね、まあ、そのうち下がりますよっつって。いや、そうですさ、9万8000円やったら、はい、飛ぶようになると思ってね。うん、9万8000円だったら、私も朝並ぶっていいよ。いや、でもとりあえず、あれはちょっと10万超えたら、やっぱちょっとみんな考えちゃうよね。はい、うん。ということで、あれは下げていかないかなと思います。はい。よし。